雨すごかったね。夜、夜、すごかったですね。いつもの顔がないね。本当ですね。うん、あ、私の、うん、梅雨対策、はい、後で聞かせますよ。はい、それでは、梅雨ありげに。石栗のエブリマンデースタートです。石田クリーニングは2023年も全力疾走。きれいさっぱり。全力クリーニング。全力リフォーム。動画配信、ドローン撮影、全力アルスタ。今年の石田クリーニングも熱気で。エブリマンデースタートです、はい、この番組は石田クリーニングのお得情報、洗濯のお得情報もお伝えしちゃいます。はい、石田クリーニング広報課小川です。そして私の自己紹介聞かせますよ。愛媛県住みます芸人の七幡谷吉作です。よろしくお願いします。普通やん。ちょなんか小川さんいつもと一緒。小川さんの周りしたかっけ。あいつ好きバーアルスタキャスターの西田桃香です。出たじゃんけんでグー今勝てるやつ、うん、じゃんけんぽいパーちゃうんかい。サザエさんみたいな、サザエさんみたいな状態になってね。あ、じゃあこれから毎週しますね。うん、朝ね、はい、朝の恒例行事、恒例行事パーが欲しいよ。桃ちゃんとじゃんけんしだしたらうわ嫌だって仕事しなくちゃで始まっちゃうっていう感じになるかもしれないですけれど、はい、今日も元気にやっていきたいと思います、はい、梅雨のね、まだね、真っ只中でちょっとジメジメしたり、ちょっとさ涼しい一面もあったりしません？うん、ねえ、やけんちょっと体調のあれじゃない？沖縄とかってもう梅雨明けたんよね。早っ。そうかもしれない、うんうん、沖縄が一番最初だからね。うん、そうそうそう、うん、だからもうすぐ梅雨明けが見れるんかもしれないさ、うんうん、もうカラカラになるわ、うん、もうリゾート地やけんね、カラッとするの。あー、いい。行った時ある？沖縄。ありますよ、修学旅行で行きました。あら、いいね、修学旅行で楽しかったですよ。行ったことない顔してんのにな。うん、これ、こう見えてあるんですよ。那覇？那覇？那覇じゃない、那覇首里城？首里城行きましたよ。あー、燃える前ね。チュラ海は？チュラ海も行きました。マンザモは？え？マンザモは？マンザモって何ですか？はい、石垣島？石垣は行ってないです。姫ゆりの塔行きました。サトウキビ畑は？サトウキビ畑も行ってないです。あ、でもあそこは行きました。なんちゃら通り、国際通りね。あ、それ あ, あ, あ、なんか今天の声が聞こえた。天の声が聞こえた。聞こえました。おはようございます。おはようございます。どうしたんですか。いや、国際通りかなって僕も知ってる知識を今言いましたけど。言いたくなりましたか。言いたくなったね。行ったことないですけどね、沖縄行きたいですね。あれ、行きたいですね。天の声さん、行ったことない顔ですか。行ったことのない顔、うん、ありそうですけどね。本当ですか、ありそうだよね。なんか全部回ってそうなイメージです、うん、勝手な、うん、ほんまですか、はいはいはい、あ、沖縄ね、梅雨明けちょうどね、6月25日に。あ、昨日ね。昨日、はい、これ一応気象庁のホームページからなんですけど、ゴロって書いてるからまだこの辺なのかな。四国はいつですか。四国はね、まあ大体7月入ってからやけどね。ね、予想はもう、予想はね、四国地方は7月17日頃が平年で、去年が7月22日頃やからめっちゃ遅い。そう、でも去年あれじゃなかったです、なんか早かったくないです。なんか早いみたいなこと言ってませんでした。そう、去年がやから多分、あ、いや去年分からんな、早かったんかな。早かったか、入りが早いんじゃないかな。今年は1週間ぐらい入りは早いんだけど、今年も早くなるかもねみたいなことは言ってたような気もします。1週間ぐらい前倒しだったような気がしますんで。でもなんか梅雨ってイメージないですね。
え、なんかそんなに、ね、なんかそんな降りるイメージなくないですか。わかります、わかります。なんかね、梅雨ってイメージ、毎日ずっとダラダラ雨が降るイメージやけど、そうですそうです、最近なんか1日降ったらなんかカラッとするじゃないですか。なんかね、曇りとか、はい、晴れとかっていうのが続いてるような気がする。結構晴れてるなと思って、はい、梅雨っていう感覚がないですね。でもこれが梅雨明けしたらもうめっちゃ暑くなるけどね。夏、30度超えるからね。夏ですよ、はい、で今日もね、チャッチャッチャッとか来ておりましょう。チャ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 あー、まだそこまで行ってないです。今はね、あのね、一応工場の中もね、少しね、やってるような状態でございますので、はい、まだまだね、アイロンをね、持つのはね、職人さんなので、なかなかね、ハードルが高いかもしれないですけども、昔、さんまさんがテレビでパーとしてた気がします。パーでんでんだったかなって、あの、多分先ほどのももちゃんのやつを見て、牛メガネさん言ってくれてるのかな。はい、で、銀さん、牛メガネさん何歳なんだ。牛メガネさん、多分パーでんねん分かるってことは、そうやね、40代後半から50代後半ぐらいまでの間かな、分からないけど、はい。で、銀さん、おはようございます。週末は一つ年取ります。私の誕生日から石栗さんがってことで、ちょっと分かんない、私の誕生日から石栗さんがっていうことで、一つ年を取りますということで、今週末のお誕生日かな。おめでとうございます。で、みゆさん、おはようございます。ということで、今日もたくさんの人と一緒にお届けしてまいりたいと思います。それでは続いてのコーナー行きたいと思います。こちらです。じゃん。石田クリーニングは2023年も全力疾走、きれいさっぱり、全力クリーニング、全力リフォーム、動画配信、ドローン撮影、全力マルスター。今年の石田クリーニングも全力クリーニング。このコーナーでは社内で起こった出来事にスポットを当ててお伝えしちゃいます。今週のトピックスはこちら。ジメジメしましたよ、しました、知ってきましたよ、イエーイ。いやいやいや、ちゃんと読もう、ちゃんと。ボワ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 、梅雨ですよ、梅雨。だからあれかな、もしかしたらお風呂の中にいるイメージのこの声が響く感じをイメージしてエコーかけてくれたんですかね。ちょっと長文やったっけ、読むのめんどくなったやろ。はい。正解。ジメジメした、今だからできることっていうことで、いつもはね、社内で起こった出来事にスポットを当ててお伝えしちゃうんですけれど、今週はですね、やっぱ梅雨ということで、梅雨のなんかお悩みっていうことがあると思いますよ、はい。まあ、洗濯が乾かなかったり、部屋干しですよ。そう、部屋干しで嫌な匂いとかね、そしてまあカビ予防とかどうしてるんだろうって思うことあると思うんですけれど、はい、はい、もも先生が。私ですか。いや、クリーニング屋が教える。梅雨対策、梅雨対策、まずは部屋干しですよね。嫌な匂いを予防するために、はい、予防するために、するために、扇風機ですよ。あ、扇風機、扇風機当てて、ちょっとでも早く乾かして、匂いを飛ばしましょう。匂いを飛ばすんかい。匂いになったらもうダメよ、匂いに。匂いになったらもう時すでに遅しなんで、匂いになる前に乾かしきって、そう、早く乾かすってことが大事ですね。そうですね。エアコンの力も利用しましょう。そうですね、そしての使い物は使いましょう。そうですね。で、乾かなかったらそのサーキュレーター、扇風機、エアコンを利用して早く乾かして、はい、で、早く乾くとね、嫌な匂いがね、発生しないので、ずっと干してるから、匂いって、出てくるんでしょうね。いや、乾かずにその生乾き臭が出てくるってことでしょ。生乾き臭って本当苦痛ですよね。苦痛ですよね。せっかく洗ったのにね、もう一回洗わないといけなくなるんやね。そうそうそう、鼻がね、覚えてる匂いしますよね。そう、結構体操服とかね、小中学校の頃の思い出としたら、こうね、ちょっとなんか着ようと思った時に、でも学校って毎日あるものやから、昨日体育があって、例えば今日もあると、
でも2枚やっとるやつをちょっと洗うの忘れとったってやつを急いで洗った時のあの感じね。いや、何回も味わったような感じで言ってますね。いや、もう何回もありますよ。今最近もね、やっぱりパンツとか、うん、やっぱりその日常で使うもの、毎日使うものとかをこう、はいはい、パンツ、パンツ一着しかないんですか。濡れたまま履いてるんですか。ちょっと喋れば喋るほどなんかちゃちゃちゃな感じになるね。なんか変なこと言ってる。パンツとかってでもそんな感じなんやろか。あのなんかこうまとめて洗濯出してやるんですよね。わかりますか。わかるかな。わからんわな。いや毎日出そう。まとめて部屋に食べちゃうんですよ。どこに置いとんよパンツは。どこに置いとんですか。僕はわかりますよ。僕は結構トランクス派なんですよね。パンツがね。はいはいはい、でもボクサーパンツタイプもあるんですけども、はい、それをこう毎日こうローテーションしていくとこう洗濯やっぱ梅雨時期って洗濯をこう毎日しないというか、うん、なんかこうもうなんだろうなこうやれる晴れを目指してこうやるというか、あそれはわかります、ね、なのでこう溜まってしまうんですけど、うん、やっぱりこうねお風呂上がった時にやっぱり、うん、あのパンツはどこ行ったんやろってなった時にやっぱりこう生乾き感があったら嫌やなっていう話でした。いやいやめっちゃもしかしたらもう一回履いとるかもしれないですよ。いやいやいや、いや裏返しして履いてる。天の声さんの方だから裏返しして履く。いやけど洗濯機にもねそのまま入れたらダメなのね。そうなんですね。そういうことですか。カゴに入れてで洗う時に洗濯機に入れて、うん、雑菌が増えるんだって。そうらしいですね。だから靴下とかも脱いだまんまその洗濯機の中に入れたら他のやつが溜まるじゃないですか。そうなってくると色々と菌が移ってしまうというか、うん、ね、そうなんよ。どうしたどうした。どうした。いや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 、失礼したよ。いや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 、いいよ3人で。私一人じゃなくていいよ。3人にして。何がどういうことどういうこと。いやいや自分のアップにびっくりするよ。もう自分のアップに耐えられん。ワンカメで抜かれてるのがね。もう3人にしよう。嫌がらせを感じられないけど。いろんなところが見えるけ嫌だよ。今ね小川さんがいっぱい喋ってくれるから逆に映っちゃうよ。ああそうなんだ。よく喋る人にこうやってフィーチャーされるから。ああ、うん、でカビをカビ予防のためにはね、うん、もうあの仕事に集中するわ。カビ予防のためにはそういうこと言うから逆に無感くなってるやん。湿度、温度、うん、栄養って言ってシミがついてたらそこからね、はいはい、カビが発生しやすくなりますので、うんうん、しっかりねカビを予防するためにもシミを落としましょうということで、うん、石田クリニックねシミが自慢になっております、うん、はい、はい、すごくねシミの受注も増えてますので。増えてますね本当に。そうですね。であとなんかあれですよね、やっぱりこう室内干しのアイテムとしたらなんかいいのありますか小川さん。室内干しのアイテム、うん、それはですね、はい、室内干しは、はい、サーキュレーター干しのアイテム、アイテム天の声サーキュレーター、うん、で物干し竿を駆使するとかね、はい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 、ハンガーを駆使するとか。あれサーキュレーターじゃなくて扇風機でもいいんですかね。扇風機とサーキュレーターちょっと強度が違うんかな。サーキュレーターの方が強そうじゃない。なんかかっこよくったらサーキュレーターになるんかな、まあ、こういうのはね多分ね神の声がね多分得意だとは思うんですけれど。どうです。ああ広い風が行くのが扇風機らしいですよ。確かに確かに、うん、柔らかい狭くこう狭くピンポイントに行くのがサーキュレーターらしいです。なるほど。確かに構造的にもそんな感じしますよね。扇風機は大きくてサーキュレーターイメージはこうなんだろう、ちっちゃめですよね。そう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 。やけど風の出力はでかそうじゃない、まっすぐ飛ぶというか。確かに確かに。でもどっちもどっちかもしれないですね。なんかその洗濯物って1枚だけじゃないからあ、ね、全体的に乾かさなあかんから結局こう首振りにしたらね、なかなか。でも扇風機も安くなったしね。安くなりましたね、うん、家電の安さを今から表現してるのか。これがなんと、はい、1980円。1980円。通販番組に変わった。安い。私10台買っちゃう。この人フーフーするだけですけど。ちょっとわからないな今。いや俺はわからない。購入する人がフーフーしてるだけやねんから。はい、ということでね、はい、安いですね、はい、安い。だから梅雨時期のアイテムはあの、うん、この人でしたっけ。いや違う梅雨時期こんなことはジメジメで上がるんですよ。一家に一台どうぞ。見てみよう。栄養なんかいっぱい出しそうやし。あでも足汚れとかでもあれですね、うん、汗とか
何だったっけ、何だったっけ、何言おうとしたっけ、何言おうとしたっけ、忘れた、私も忘れた、燃費悪そう、燃費悪そう燃費悪そう燃費悪そう、あ、悪いかもしれない、毒は吐くな毒は吐くなびっくりした、何を思い出したんかと思ったら毒を言うとは思わなかった、うん、わざわざ言うことでもねえみたいな間が空いて毒言うと思わなかっただけど私も毒言ったらダメよって言おうと思ったのに毒を言うなって言ったなんかね、まあうちもなんか除湿機とか使って効果的にはやってるつもりではおるんですけどね、でも大事やね、うん、食べ物とかね、そうそうそう、まあ、空調とか確かにね大事やし、そのまま除湿機、うん、今やっとクーラーをねつけ出した人とかがいるかもしれないんですけど、はいはいはい、遅いよ、そう、ただ死んじゃう、クーラーのクリーニングもできますので、ああそうですね、はい、ぜひぜひ言っていただけたらと思います、クリーニングは石田クリーニングへ、はい、以上ミクストピクストコーナーでしたこんなグダグダの終わり方ある、はい、まあたまにはいいんじゃないです、はいはいはい、そうですね、はい、まとまったと思ったのに、まとまったか結論ついてねえで、うん、はい、ということでね今日はね、はい、先にね、うん、気づき日記いきましょうか、あ、僕ですか、はい、わかりました、はい、ということで気づきの気づき日記でございます、ダラ、はい、あれピエロ、ごめんね、ちょっと待ってヒョッパパーペイパドーもういいけどね、出た出た、もうタイミングずらしてくるやんはい、気づきの気づき日記でございます、はい、皆さん土曜日行かれましたか、土曜夜市、土曜夜市、土曜夜市ですよ、あ、やっぱりイベントやってるんですか、あ、7月からイベントがあるんですよ、あ、7月から、はい、そうなんです、ロープウェイ街、そう、うん、毎年そう、毎年ロープウェイ街、はい、7月の方でですね、あの1週目、3週目で僕と、相方のシナモンがダンダンファクトリーで、はい、ダンダンファクトリーで初のライブイベント、ライブイベントっていうのは一応なんかケーブルテレビさんの収録とかいうライブで、あの一応共演とかはあるんですけど、そうですね、生のお披露目っていうのはなかなかやってないので、そこで見ていただけるかなっていうので、一番気軽に見ていただけるのはそこかなと思いますので、はい、あの7月1日と7月15日はい、僕たちダンダンファクトリーが出演させていただきまして、2週目4週目がね、あそこですか、あの森助さんとウッツンと、うん、はい、もう2人の、住みます芸人が、うん、はい、出演してくれます、その、ね、7月5週あるうちの残り2週はですね、うん、FC 今治のナイターもありますので、うん、なんやかんや7月の、ね、夜はめちゃくちゃ忙しいです、土曜日の夜は、うん、はい、なので、あの皆さん夜市出られる機会もあると思いますので、うん、もしよかったら、何時からです、ロープウェイ街の方はですね6時から僕いますので、で、もう夜の9時まで、はい、ぶっ続けぶっ続けでずっとライブしようんですか、あ、ずっとじゃないです、あのアーティストさんとかがいろんな方が出られるので、その方の合間合間でこう出演させてもらうっていう感じで、はい、9時まで、はい、ちょっと長丁場ですけれど、ね、しっかり水分とって、あ、そうですね、それが一番大事です、元気で、うん、やっぱ元気な人のライブ見ると元気になれるんで、うん、キサクさんも元気で、そうなんですよ、だからもともと前のコンビの姫コロン時代とかは、うん、あそこの、あの大街道とロープウェイ街のなんですかね、つなぎ目のところあるじゃないですか、うんうん、アイルのところですね、うん、アイルのところの交差点あるじゃないですか、あそこでや、あのずっと言うたらお披露目の、そのお披露目っていうか、そのライブ会場でやってたんですけど、うんうん、それの言うたら信号が変わるたびに自己紹介ギャグをやるっていうのをずっとやってたんですよ、3時間、だからもうめちゃくちゃその時にね、あのその当時のコンビ名姫コロンがめっちゃ広まったんですよ、だから今回は本当、今回はダンダンファクトリーを直しです、いや今回はね、ダンダンファクトリーを広めるよりもどっちかって言ったら頑張るもんを、はい、広めていきたい、やっぱりね、あのね FC 今治でもねお披露目させてもらったんですよ、うん、やっぱりね横すれ違う時で頑張るもんってみんなね声かけてくれるんですよね、うん、うん、やっぱりこれ私の力、私の力笑ってる私の力、はい、うん、でも一条は担ってます、え、あ、ちょっとあの一役は担ってます、やった、はい、よっしゃ、ですので、はい、これからもね、あのちょっと頑張るもんをちょっとこの夜市で信号変わるためにちょっと頑張るもんやってもらおうかなと、流行語大賞になるかもしれんね、ほんとや、すごい、それを狙っていこうかな、うん、夢がでかいっすね、うん、はい、いいっすね、夢は大きく、うん、体も大きく、うん、バイキンスタ暑いので動くときに
大変ですけど頑張ってくださいあのずっとこの体型でおるから、うん、動く時の大変さはもう分からんのよ逆に。あ、本当にみんなほど軽くなったことないから。あ、はい、え、でも出会った時はね、めっちゃ軽かったよね。めっちゃ軽くなかったですよ。でも半分ぐらいだったよね、まあ、半分、うん、そんなことない、そんなことない、そんなことない。今120やけど、まあ95ぐらいたんちゃうから。出会った時はそうですよね。25キロは太ってます、うん、はい、ということで以上、気づきの気づき抜きでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここでちょっとチャット行ってみましょう。天の声さんはちなみにですけど、うん、はい、夜市とかは、ですね、夜市はね、伊予市の方に行きました。伊予市の夜市は6月開催されたんです。それは食べ歩きしました？うん、しましたよ。何食べました？僕はフライドポテトと、いいな、チョコバナナ。チョコバナナがね、すっごい人気。今ね、あのリンゴ飴とチョコバナナがめちゃくちゃ人気なんですね。リンゴ飴はそうですよね。リンゴ飴って昔なんかって言い方失礼やけど、はい、そんなに並んでるやつじゃなかった。なんか要は結構もうなんかいっぱい他が並んでるから、ちょっと寂しいから買おうかなって感じだった。いや、リンゴが美味しくなかったんよ。そうなのよ、うん、昔はね、リンゴ飴って言っても、ね、そう、うん、リンゴはなんか、いやいやけど今のクオリティすごいよ。リンゴがうまいもん。確かに。で、リンゴ飴がめちゃくちゃ並んでんの。だってリンゴと飴だけじゃないじゃないですか今。そう、なんかいちご飴とかね、ぶどう飴とか、ぶどう飴ね、フルーツ飴っていう括りになってますよね。そうですね、美味しい。チョコバナナがすっごい並ぶの。あれチョコバナナ、うん、チョコバナナめっちゃ並ぶ、ほんと。で、パインバ…チョコパインみたいな、パインチョコみたいな、え、もあるんよ。冷やしパインじゃないんですね。冷やしパインじゃなくて、なんかチョコがコーティングされたパイン。しかも目の前でチョコつけるから、でちょっと乾かしてパラパラってして持って行ってみたいな感じ。すごい。垂れるのかな。え、パイン、パイン垂れない。パイン、そのチョコベチョンってつけるじゃないですか。その後ね、なんかね、テントの横にこうやって刺して乾かしとるんです、はい、ああ、そうなんですね。で、パリパリなんだね。パリパリ、そうそうそう、なるほどなるほど。いや、あれはいいと思います、うん、で、ちょっとチャットいきましょう。で、牛見丸さん、やっぱり今年は年男ということで、はい、四捨五入したら50茶いいということでしたね。おほほほ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。で、建築独学チャンネルさんから、はい、チャットいただいております。はい、で、昨日クーラーつけました。クーラーもクリーニングできるんですねということで。そうなんですよ。あれ、なんか牛メガネさん出してきたな。はい、で、シナモン頑張るもんとかいうことで、頑張るもん。誰が言ってるんですか。建築独学チャンネルさん。誰や誰や誰や、ほんまに誰や。頑張るもん。ね、建築独学チャンネルさん。そういえば愛媛県民でもだんだんってもう言わない説ということで、だんだんってなかなかあんま言わないかもしれない。だんだんって、はい、あ、だんだんってどういう意味でしたっけ。ありがとうっていう意味です。あ、そうなんです。でも ATM は言ってくれます。だんだん、あ、それ、あの、大丼を自販機も言ってくれるよ。あ、だい、あ、言ってくれる。あ、言う。はいはいはい、はい。で、だんだんファクトリーでね、エゴサしてみたんですよ。エゴサ、はい。そしたら、出雲弁でもだんだんってありがとうっていう意味らしくて、へー、だんだんファクトリーっていう会社がありました。へぇ、大丈夫なんかな、それね。わかんないですよ。悲しいね、かぶってしもたね。後々怒られる可能性あります。いや、怒られはせんけど、なんか、はい、ええ感じでコラボできたらいいけど、ね、そうですね、アンバサダーとかになります、はい、そう、何の会社か知らんけど銀さん、昔のリンゴ飴確かに美味しくなかったわいうことで、はい。で、牛見丸さん、ダンダンファクトリーのお笑いはライブしてほしいと、アルスタでお笑いはライブしてほしいということですね。いつ会わせてくれるんですか。いつ会わせてくれるんですか、シナモンさんに。うん、頑張って。みゆさんもリンゴ飴専門店もありますよねということで、多分屋台じゃなくてあるんだろうね、そういうのが。キッチンカーのお店でもありましたね、うん、あ、そうなんや。はい、ということで、はい、続いては社長が来ていただいておりますので、社長のコーナー行ってみたいと思います。はい、ということで、なんか行くそう、なんか行きそうやったのに、なんか行きそうやったのに、なんか、はい、ね、僕らスリーショットで大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫でしょ。はい、オッケーオッケー。はい、ということで、はい、社長をお呼びいたしましょう。はい、社長、おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日は来てくれましたね。うん、ちょっとね、また今日朝礼に出とってね、はい、遅くなったんですけども、うん、おかげさんで月末たくさんお客さんにご利用いただいております。うんうん、うん、まあ、誕生日割引が無制限というのがね、今月でもう最後になってしまうんで、はい、まあ、そのお金ももしかしたらあるんかなとか思ったりしております。うんうん、今のうち出せるだけ出しとこうと、うん、で、まあ、お店の人にはね、ご説明させてもらったんですけども、うんうん、まあ、コロナの前後で、
クリーニングを取り巻く環境というのがものすごく激変しまして、まあ誕生日割引で、半額サービスをやってる。だいたいね、1人当たりが 8.9 点今までねお持ち込みいただいてました。だいたい9点ね、お一人のお客さんが、まあ、お客さんによっては100点持ってくる、来ていただける人もおるんですけども、うん、それをね、あのコロナ前とコロナ後で、コストを分析してみたんですね、はい。今皆さん、まあ、家庭でも同じようにもう何もかんも値上がり、卵300円です、うん、もうね、で100円とか98円でね、コロナ前はあの卵とか買えよったんが、うん、同じようにねクリーニングで使うような商材とか洗剤とか、一番痛いのは、ね、やっぱり燃料ですね、うんうん、車の、まあ、燃料軽油だったりガソリンだったり、一番たくさん使うのが重油って言ってね、うん、工場のボイラーをね、重油を沸かし炊いて燃やして、湯気を沸かしてね、その湯気でアイロン当てたり機械を、熱温めたりしてるんですけど、うん、それがだいたい1日200リッターぐらい使います、そんなに使うんですか、うん、でもうそれがねもうだいたい2倍になってね、もう4年間で料金がコストとして、料金、今ねまだ国が補助してくれるんですよ、はい、あのガソリンと一緒でね、徐々にそれもなくなっていくよっていうふうに通達来てますんで、そのあたり考えたらコロナ前だったらお客さんの誕生日の月のサービスとして、うん、もうほぼほぼトントン持ち出しか、もうちょっとだけ5円10円の赤字ぐらいで1点あたりね、お出しできとったんが、うん、計算するとね今1点あたり180円か200円赤字で提供しているような状態でした、うん、もう今ねあのクリーニングのご商売自体が、しんどい中でちょっとその1点あたり、まあ、さっき 8.9 点9点お客さん持ってきてくださる方に150円ずつ200円ずつ、つけてお返ししている状態ではないということで、もう本当にもう苦肉の策なんですけども、3点だけ、誕生日割引、もう点数限定でさせてくださいと。もうなくすというのはねやっぱり年に1回のことだから、うん、できるだけ残したいなと思ってまして、それでもだいたい500円か600円お客さんに還元するというようなイメージになってきますんでね、まあ、これ手前味噌な話なんですけども、なかなか、コスト削減、今もう原材料上がって電気も上がって、いろんなものが上がって、まあ、お給料もそれなりに少しずつ上がってますんで、そんな中で、コストちょっとこう帳尻を合わせていくというのは難しくなってしまいました。そのあたりね皆さん、ご理解してもらって、お客さんにね、本当もう申し訳ないんですけども、そういうお気持ちを、お伝えしていただいたらと思います。その代わりねできること、まあ今納期もすごくね早くやろうぜって2泊3日かな2週間ぐらい前にね、はい、工場の、営業と協力して2泊3日でお客さんにお届けしようねとか、うん、染み抜きもピカピカに綺麗にしたものをそれも早くお届けしようぜというふうなサービスの中身で、お客さんにもっともっと喜んでいただけるような、サービス作りをねしていこうと思ってますからね、皆さん接客の方もねすごく大事です。工場も品質大事です。で営業の人もねやはり営業のこうなんかな、うん、売り込みの仕方というのもねありますからね、皆さんチームでバトンリレーで協力してね、いい商品をお客様にお届けできるように協力してまいりましょう。はい、以上です。はい、ありがとうございます。うわー、他店で落ちなかったシミご相談ください。最強のシミ抜き侍がいるお店、石田クリーニング。200リットルっていうのびっくりしました。すごいですね、いやそんなに原価がかかってるの思わんかった。ガソリンもね高くなったし、高い、うん、何もかも水道代電気代も上がりましたよね。うん、ちょっと辛い。そうですね、それだって料金ね、うん、さっき言ってはったけど、それ乗せちゃったらもうだからこれからクリーニングっていう業界がなんかね高級ななんか感じしてきますもんね。やっぱ何かがないとクリーニング出さないよみたいなお客さんになっちゃうんで、今みたいに地域密着でなかなかできなくなってくるかなっていうのはちょっと感じましたよね。だから今料金を抑えてくれてるから、こう毎日でも出せるような金額でやってくれてんかなって思いましたね。そうですね、うん、もう本当に
常連さん1週間に、ね、何回も来てくださるお客様もいますよ、うん、はい、でそのお客様の、ね、期待を裏切らないように、はいはい、これからも変わらずやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、お願いいたします。ということでね、はい、はい、今日もたくさん、今日はね、建築独学チャンネルさんという方から初メッセージが来ましたので、ありがとうございます。ありがたいですね。建築独学チャンネルさんっていうのはなんか名前がすごいかっこいいですね。かっこいいですね。わかんないんですけど、なんか、うん、あのうちの相方もシナモンさんもなんか見てるらしいんですよ。えっ、シナモンさん、じゃあなんかもしかしたら、ああ、なんか建築なんとかチャンネルさんはなんか、あれ現地風船なんとかチャンネルさんはもしかしたらシナモンさんなのかっていう俺の中で疑問が湧いてるところです。あ、本当ですか。でもシナモンさんね、はい、あ、シナモン、あ、シナモンさん、え、なんかあります、ヒントあります。いや、シナモン頑張るもんって書いてるんですよ。あ、なんかそんな感じしますよね。なんかそういう匂いしてきましたね。本当ですか。香ばしい匂いしてきましたよ。でも建築が好きだったのかな。いや、建築よりやっぱ鉄道好きなんで、鉄道とかなんで、そうですね。電車好きですよね。でも建築のなんか変わったなんか建物って好き。好きね。安藤なんとかさんのやつとかね。うん、あの安藤忠雄さんやったかな。あの建築の大三島とか結構そうそうそう、ね、あるじゃないですか。うん、ああいうなんかこう建築か。建築のね、なんか大きい建物とか。そうですね。変わった構造いいよね。あ、出た。うん、なんだ、あ、興味なかったみたい、建築に。そうね、そうね、しかも大体ね、このね、番組の終盤に出だすからね。もう飽きた、飽きた、もう早く終わってくれよみたいな感じじゃん。今の若い人たちは集中力保たない。うん、そうです。はい。じゃあ、そうですね。来週は7月になってます。あ、そうや。早い。もう6月最後ですよ。そう、6月最後。7月の。3日かな、ぐらいですよ。でもまだあれですよ、梅雨は明けてないと思う。いや、もうでも6月終わるんやろ。そう、終わる。年の半分終わるんやろ。そう、ほんと、うん、え、やり残したことはないですか。この前年越したばっかりやのに、うん、やり残したこと、ダイエット、やらな。何も進んでないよ。うん、12月頑張ろう。12月頑張ろう。ラスト1ヶ月頑張る。せめて明日頑張ろうで。ラスト1ヶ月、ラスト1ヶ月で追い込みかけるタイプ。夏休みの最後の宿題の日みたいな。なので今日もね、いろいろと暑いですけども、またみんなで頑張っていきたいと思います。はい、今日もたくさんちょっとありがとうございます。よかったらいいね、グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、今日は小川さん久々でしたね。誰も触れんかったけど。ああ、そうですね。来週はお店に行ってます。ああ、どこ行くん、どこ行くん。あ、来週は高岡やったかな。高岡で、うん、はい、中継してくれるっすか。中継、ディレクターと相談です。そうですね。はい、ホムちゃんは今日はどこですか。今日は姫原。あ、姫原で、はい、今日は何したいですか。何したい。今日は何を目標にしますか。向かいにあるミスタードーナツでドーナツ5個ぐらい食べるじゃん、ね、あー、そんなには食べれんな。でもカリッチが美味しいよね。カリッチ美味しいですよ。カリッチうまいんですよ、あそこね。美味しいです。美味しいですよ。あそこの鶏皮がうまいんですよ。パリパリ。石田クリーニング行きながらご当地のグルメも食べれるというね。そうですよ。いろんなとこ行って、そうですね、美味しいものを食べてください、うん、はい、食べてください。もちろん僕、喫茶は西ハブ工場にいますので。西ハブ店の方にね、はい、松山工場にいますので、どうぞ、はい、ぜひ来てくださいよ。かわいこぶって皆さんが入り口反応したらプロプロプロと音鳴って、一番奥からダッシュで駆けつけますからね。これで痩せるんじゃないですか。あ、本当ですよ。あ、夏場になったら特に痩せるから、はい、もう暑いですからね、下は。でも痩せるより元気が一番、はい、はい、ということで、うん、今週も頑張っていきましょう。6月最後です、はい、梅雨のジメジメを吹き飛ばすように笑顔で頑張ってやっていきます。せーの、頑張るもん。しくりちないのかよ。みんなの息が全然合わなかったけど、じゃあいきますよ。いや、この二人はせーの、頑張るもん。この番組は元気に仲良く力いっぱい石田クリーニングと夢と感動を形にプレジャーの提供でお送りいたしました。